吉田さん、うん、どうしたんですか。いや、ちょっと言いにくいんだけどさ、はい、ほら俺芸人じゃん。はい、しかも32年もやってるじゃん。はい、だから、はい、正直な話、はい、滑りたくないんだよね。はい、で全員見たんだけど相性合うやつが一人もいなかったもんね。確かに、まあ噛み合ってる感じはの人はいなかったですね。でしょ、はい、で、はい、ものすごく言いにくいんだけど、はい、M1 出るの、はい、一回やめていい？やめますか。いい？いいですよ。いやもちろん、だって出るって言い出したのは江頭さんですから。よかった。M1 初出場、初優勝。悩んでたんですか。すごい悩んでた。いや、まあんましまた追い込むと入院しちゃうんです。いや、その可能性があったから。このまま行くと、うん、入院しちゃうと思って。可能性があったから早めに言っとこうと思って。わかりました。みんなも納得してくれると思います。入院しちゃうんだったらやんなくていいよって。もうちょい早めにスタートして来年挑戦するっていうのはまたあるかもしれないですね。あ、そうしようか。そうですね、うん、ということで畑岡、来年 M1 俺やるかも。